さて、ここからは偉人たちの財務戦略のコーナーです。歴史上の偉人たちがどのような方法で自らの経済力を高めていったのでしょうか。今回は武田信玄の最終回、通貨のインフラを見ていきます。戦国最強と呼ばれた男、甲斐の虎、武田信玄。早きこと風のごとく、静かなること林のごとく。風林火山の旗印のもと、織田信長と徳川家康の連合軍を撃破。川中島の戦いでは軍神上杉謙信と死闘を繰り広げた。まさに知力と武勇を兼ね備えた武将である。一方で信玄は領地に恵まれなかった。当初の石高はおよそ25万石しかなく、信長に比べると国力は圧倒的に低かった。そこで信玄が行ったのが、国を富ませる壮大なインフラ事業だ。道路、治水、通貨のインフラを整備し、富国強兵を行い、晩年には130万石まで領土を拡張させているのだ。今回は天下取りを狙った通貨制度の構築を見ていく。偉人たちの財務戦略、武田信玄、富を生み出すインフラ、第3回。進め。1572年、信玄は京都へと進軍を開始、いわゆる正常作戦である。ところが、夢半ばで病のために死去。親方様。だが信玄がこの時天下を狙ったのには理由があった。実は天下を統一した豊臣秀吉と徳川家康には共通点がある。それは通貨。秀吉は天正大判という通貨を作り、家康は金銀銅を使い通貨制度を統一している。ところが秀吉や家康に先んじて通貨に目をつけていたのが武田信玄だった。我が国が他国に誇れるのは金である。晩年の信玄は領地におよそ10もの金山を持ち、金山開発のエキスパートである金山州や金堀州が当時最先端の技術で金を生成していたのだ。しかも甲州の金は他国に比べ非常に優れた特性があったという。武田氏研究会の平山副会長に話を聞いた。よく佐渡金山とかって言いますけど、実際には佐渡金銀山と言った方が正しく、金と銀の合金が出てくるわけです。甲州の金山から採掘される金はですね、ほとんど混ぜ物がない、純金に近い、純度 90% をはるかに超えるものばっかりなんですね。甲州産の金はブランド物として人気があったが、通貨として使用されていなかった。当時流通していた通貨は中国から輸入した渡来銭だった。ところが各地の大名が戦などで多くの銭を使い、輸入物の渡来銭では数が足りなくなっていたのだ。するとビタ銭という各々が勝手に作った粗悪な通貨が登場し、通貨に対する信用は極度に低くなっていく。ビタ一文負けられないという言葉はこのビタ銭から生まれたのだ。実際織田信長が京都の貴族に祝いの品として銭を送った時のこと。なんじゃ、全部ビタ銭ではないか。信長が朝廷を軽視していると怒った。だがこれは信長ほどの権力者でも通貨はビタ銭しか手に入らなかったことを示している。
山梨中銀金融資料館の亀井学芸員に金が通貨になる転換点を聞いた。砂金を溶かして固めたものを流通させたのが武田信玄行であるというふうに言われております。通貨が足りなければ信用できる通貨を作るのだ。信玄はすでに全国から信用があった甲州の金を使い、独自の通貨を作り上げる。そして通貨の誕生は信玄を天下取りへと導いていくことになる。はい、ここからはトラウデンさんにも参加していただきます。お願いします。解説は明治大学政治経済学部の飯田康之教授です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。戦国時代に通貨を輸入してたというのはすごく驚きなんですけれども。そうですね、鎌倉以来日本国内では中国船が主に流通していたんですけれども、ところがですね、モンゴル帝国元であったりその後の明ってあんまり銭を作らない、元に至っては全く作らない国なんですね。そうすると銭がそもそも足りない、じゃあどうするっていうふうになっていく。折しも戦国時代日本初めての高度成長期だったので圧倒的に銭が足りないという状況にあったんです。そんな中でこう通貨を作るということが、まあ、天下統一への道の一つであったということですね。そうですね、例えば信長ですとこうやって流通してきたビタ銭を通貨としてみんな認めるようにして、通貨の統一を目指したと。一方でやはりそれはちょっと信用できないっていう人多いので、信玄の場合は、これは金山を持ってましたから、その金が通貨になったら、今風に言うならばお札をする権利を得たようなものになると、これが大きな経済力の元になる通貨発行益を手に入れようとしたんだと思います。信玄ならっていう信用があったっていうことなんですね。あとはやはり金の信用というのは圧倒ですよね。そこが政権の安定にもつながっていったということなんですね。さて、いち早くこの通貨に目をつけた信玄ですが、天下取りへと進んでいきます。信玄の独自通貨が出来上がったのは1570年頃だったと言われる。後に甲州金と呼ばれるものである。まさに甲州の金の輝きじゃ。この甲州金は4段階に分かれており、1両が4部、一部が4種、一種が4糸目と定められ、一番安いのが1糸目だった。糸目金と言われるものでございます。1円玉の4分の1しか重さがないんです。はい、0.23g なので、一回落としてしまうともう出てこないんですね。甲州金で最も小さい糸目金は現在の価値でおよそ2000円ほどだったと言われる。この糸目金から生まれたのが、金に糸目はつけないという言葉。しかし上杉謙信なども金の採掘は行っていたのに、なぜ信玄だけが通貨にすることができたのか。信玄は採掘をするという入り口、さらに出口としてですね、重さをしっかりと管理するとても正確な測りを作りました。重さを統一して、で流通の安定を図るというような政策、戦国大名っておそらく他にはいないと思います。信玄が重さを測るために使用したのが、細かな重さまで測れる朱髄ばかり。この測りを使い、1両は金4匁目、現在の 15g と厳密に決められた。金の重さの均一化で甲州金は通貨としての信用を高め、周辺諸国でも流通するようになる。そう、信玄は今で言えば日本銀行を自分の意のままに操れるようになったのである。しかし天下取りの夢半ばでこの世を去った信玄。信玄が生涯をかけて構築した道路、治水、通貨のインフラ、その実現を可能にした当時最先端の技術、そのほとんどを時
川家康が手にする。治水技術は江戸の町づくりに生かされ、金山開発の技術は佐渡金山、石見銀山で利用、通貨制度も受け継いでいる。家康は信玄の技術を利用し、江戸幕府という長期政権の礎にしたのだ。信玄から家康、そして現代へ、信玄の数々の遺産は今も日本に息づいている。もしこの信玄が信長との対決の前に死んでいなかったとしたら、信玄が天下統一をしてた可能性もあるんですか？そうですね、当時の戦国大名が考えていた天下というのはそれぞれ違っているので、はい、きっと我々が見たことがない武田信玄が考える天下っていうのができてたかもしれませんね。武田幕府があったかもしれないということなんですね、はい。でさらにはですね、ただ武田信玄自体は夢半ばで倒れるんですけれども、その制度というのは今紹介あった貨幣制度もそうですし、軍政もほとんど、徳川家ってこのあと武田のシステムを丸パクリしてくるんですね。でそういったところも、後につながった信玄の政策だと思います。すでに信玄がやってた時から目をつけてたんですかね。そうですね、家康にとって生涯最大のライバルであり尊敬する人物、それが信玄だったんじゃないでしょうか。言葉がつながってるのも面白い、糸目をつけないという表現が。他にもこんなことってあるんでしょうか？まあそうですね、あとは太鼓判という言葉、今でも使うと思うんですけれども、大丈夫ですよね、はい。これはですね、この金の周りにこの点点点点点がついている、これを太鼓判というふうに言うんですね。なんで太鼓がモチーフというか太鼓のようになってるんですか？はい、これは金って価値が高いじゃないですか。削るやつが出るんですね、周りを。で、我々というか今でもたまにギザギザの10円玉って見ませんか？はい、レアなやつですね。はいはい、あれももともとは銅を削り取る人がいるのでギザギザをつけてたんですね。ですからこの太鼓判のシステムというのはそれこそ現代までやっぱり多少高い効果ってギザギザついてるじゃないですか、現代にまで受け継がれているんです。偽造防止、そう、偽造防止、そこまで先取りしてた。そうですね、すごい。太鼓判を押しているから信用につながって安心だということになるんですね、はい。面白い。さあ、ここまでは飯田教授に解説をいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。さて、次回の偉人たちの財務戦略は武田信玄のライバル上杉謙信を見ていきます。放送は2月17日です。